ラウドネスさんの代表曲ラウドネス、こちらのですね、僕が一番かっこいいと思ってるドラムフレーズ紹介したいと思います。今から紹介するワンフレーズだけじゃないんですよね、もう全部かっこいいんですよ。あの樋口さんのドラムはもう一番最初のクラッシュをあのシンバルチョークする時点でもうただシンバルチョークしただけで樋口さんの場合すごいかっこいいですよね。僕がやるとねただのシンバルチョークになる、はい、まあ、そういう自覚ネタバリーとして、初めてこの曲を聴いた時に一番感動したフレーズって CD で言う3分18秒のあたりなんですけども、あれベースソロって言っちゃっていいのかな、あのベースがもう前面に押し出されてドラムとベースだけになるシーンがあるんですけど、3分18秒のあたりです。はい、原曲3分18秒あたりを聴いてみてください。そうするとこんなフレーズが出てきます。ちなみにこちらなんですけども、チャイナシンバルだったのかそれとも重ねシンバルだったのか実は微妙な感じです。僕の耳コピだともしかしたら CD は重ねシンバルでやってた可能性もあるんですけど、まあなかなか重ねシンバルを持ってらっしゃる方ってのもいないと思いますので、近い感じで再現するとしたらこのチャイナシンバルでやっちゃっていいんじゃないかなと思います。まあ、 あのチャイナシンバルって今あのカシスタジオさんでも無料でレンタルとかできたりします。まあこれもパイステのいいシンバルなんですけど、これ今使ってるスタジオさんの無料でレンタルできるチャイナシンバルです。お借りしてます。こちらのフレーズなんですけども、大きく分けて2つのフレーズで成り立っております。はい、まあ1つはこういうフレーズです。でもう1つはこの2つでできております。はい、というわけでまずこっちからちょっと解説していこうと思うんですけれども、こちらですね、2拍3連というリズムを使用しております。まあ、2拍3連なんていうね用語が出てくると難しそうなんて思った方もいらっしゃるかもしれないんですけども、まあ2拍の間にこう均等に3発、つまりですね、実は右手と右足が一定にこう刻んでるだけなんですね。ずっと同じ動きです。ここ実はずっと一緒です。ただしですね、ちょっぴり難しいかなと思うのは、右手のスティックがただライドシンバルを叩いているのではなくてカップを叩いていると思われます。ライドのカップ、これを叩くときはですね、基本的にはスティックの先端チップでチンって叩くのではなくて、ちょっとスティックのお腹っていうんですかね、この太いところでカーンと鳴らす感じで叩いちゃってください。で、右手と右足が全く同じ動きですね、こうなります。で、一発だけ左手が入ってきてこういうフレーズになっております。これにもう一発だけ足してあげてっていうのがもう一つのパターンになります。こんな形です。実はそんなに複雑ではないです。これ2拍3連っていうリズムを取る方が難しいかなっていうところなんですけども、それであとはこの最初ですね、クラッシュから入って、でこの後でチャイナシンバルで同じ動きを、そして後半は頭をクラッシュじゃなくてチャイナから行って、フィルインですね、3連符のフィルインが入ってくるという形になります。もう本当にロックドラマーとしては203連の使い方、これが教科書だと思ってます僕は。はい、めちゃくちゃかっこいいんですよね。実際にですね、レッスンの時に203連っていう言葉をこう習った先生さんが、どんな時に使うんですかって聞かれた時に、まあ、このラウドネスのこの場面を聞いていただいて、こんな形で使うんだよ、かっこいいでしょって、あのレッスンの時にね流したこともあります。もう本当にかっこいいんですけども、ただですね、こちらのフレーズなんですけれども、どうもライブの時に小節数が違うっぽいです。まあ、ベーシストの見せ場を増やしたかったのか、ちょっと詳細はわからないんですけれども、ライブ映像を見ると大体倍の長さぐらいやってるんですよね。その時に当然なんですけれども、ちょっと若干フレーズ変わってたりします。まあ、ライブもね、全て樋口さんが叩かれてるわけではないですから、あのラウドネスっていうバンドは。ですので、もちろん人が変わると違いが出てきたりとかいろいろするんですけれども、もしライブの尺でやるのであれば、
さっきやってたパターンですね、あのずっとっていうパターンを3回繰り返して、まあ4回目にずっと、まあ、これをずっと繰り返してですね、形でつなげちゃっていいんじゃないかなと思います。はい、であとは頭の部分にね、こうクラッシュ入れたりチャイナ入れたりして、こんな形でつなげていくといいんじゃないかなと思います。ライブバージョンのね、長さで練習されてるメンバーとオリジナル音源で練習されてる方で、小節数もう曲の長さが変わっちゃうなんてことが起きるんじゃないかなと思いますので、まあその辺しっかりね打ち合わせしてからバンドメンバー皆さんでねスタジオに入るといいかと思います。はい、まあここ一応ベーシストの見せ場だと思うんですけど、ドラマーとしてもすげーかっこいい場面だと思いますので、ぜひ皆さん頑張って練習してみてください。本日も最後までご視聴ありがとうございました。